伊藤ニ也は神奈川県横須賀市出身のサッカー選手。ポジションは FWMF。ジュピラープロリーグ KRC ンク所属。日本代表。小学校1年生の時にカモイ SC でサッカーを始めた。中学校入学前に横浜 F マリノスジュニアユースの入団テストを受けたが不合格となり、中学時代は横須賀シーガルズジュニアユースでプレーした。 中学校卒業後は、家庭の方針で、公立高校に進学することを決めていたため、神奈川県立図形高校に入学。同級生には当時横浜 F マリノスユースに所属し、在学中にプロデビューを果たした小野雄二がいた。サッカー部では目立った成績を残せなかったが、複数の大学から推薦入学のオファーがあり、2011年に神奈川大学へ進学した。 大学の同級生には、高木敏也がいる。大学3年時の2013年、関東大学サッカー2部リーグで20試合に、出場して17得点を挙げ、得点王とベスト11を受賞。翌年には、同リーグで10得点12アシストを記録して、アシスト王に輝き、2年連続でベスト11に選出された。この活躍によりバンフォーレ甲府、モンテリオ山形の2クラブから、 獲得オファーを受け、9月に、甲府への加入が内定。同年末には、特別指定選手として、甲府のトレーニングに帯同した。2015年3月14日、J1 リーグファーストステージ第2節、名古屋グランパス戦で、プロデビューを果たすと、5月2日のファーストステージ第9節、鹿島アントラーズ戦では初めて、スターティングメンバーに起用され、後半2分に、 プロ初得点を記録した。同年は主にフォワードとしてリーグ戦30試合に出場し、4得点を記録した。2016年1月8日、J1 柏レイソルへ完全移籍することが発表された。シーズン前のキャンプで監督のミルトン・メンデスにより、サイドバックにコンバートされ、開幕当初は右 SB として出場していたが、 下平高弘への監督交代以後は、ウィングハーフや、サイドハーフなど、攻撃的なポジションで起用されるようになり、ファーストステージ第8節カシマアントラーズ戦で、移籍後初ゴールを決めた。セカンドステージに入ると、ディエゴ・オリベーラ、クリスティアーノと共に3トップを形成し、最終的にリーグ戦、合計7得点を記録した。2017年は、リーグ戦全試合に出場し、 自身初の日本代表にも選出された。8月13日の第22節清水エスパルス戦では、自陣からドリブルで約70メートルの距離を独走し、ゴールを決めるなど、計6得点を挙げ、J リーグ優秀選手賞を受賞した。2018年シーズンも、レギュラーとしてリーグ戦全34試合に出場し、引き続き日本代表にも選ばれ続けたが、チームは、 リーグ戦17位で J2 降格となった。2019年2月、ジュピラープロリーグの KRC 変クに期限付き移籍することが発表された。2月21日、UEFA ヨーロッパリーグ決勝 T1 回戦の SK スラビアプラハ戦で移籍後初出場を果たした。続く24日のロイヤルアントワープ FC 戦で途中出場からリーグ戦デビューを果たした。 3月17日、第30節の SV ズルテワレヘム戦で、遺跡後初得点を含む1得点1アシストの活躍を見せた。チームはこのシーズン、リーグ優勝を果たし、伊藤自身は14試合3得点2アシストの成績で終えた。2019年9月18日、UEFA チャンピオンズリーググループステージのレッドブルザルツブルク戦にて先発出場し、 CL デビューを果たす。12月7日、第18節のサークルブルッヘッセンにて今季リーグ戦、初ゴールを決める。2020年3月30日、ヘンクへの完全移籍が発表された。契約期間は3年。2019から2020シーズン公式戦37試合に、出場6得点9アシストを記録。2020年11月28日、 第14節のサークルブルフヘッセンでは2試合連続ゴールを決めて勝利に貢献した。2021年3月19日、第31節のスタンダールリエージュ戦では2得点を決めてシーズン2桁得点に到達した。4月25日のベルギーカップ決勝では先制ゴールを決め、クラブの8シーズンぶりの優勝に貢献した。 2020から2021シーズン公式戦42試合に出場12得点16アシストを記録。2015年11月 U-22 日本代表候補合宿に初招集され、2016年1月の AFCU-23 選手権2016では予備登録メンバーに選出された。同年6月のキリンチャレンジカップ南アフリカ戦で、 代表初出場を果たしたが、リオデジャネイロオリンピックのメンバーからは落選した。2017年11月29日、e 1フットボールチャンピオンシップ2017にドム日本代表に初招集され、12月9日の北朝鮮戦で国際 A マッチ初出場。2018年9月11日、キリンチャレンジカップのコスタリカ戦で日本代表初ゴールを決めた。 10月12日、キリンチャレンジカップのパナマ戦で、日本代表2試合連続となるゴールを決めた。2019年10月10日、2022FIFA、ワールドカップアジア2次予選のモンゴル戦にて3、アシストを記録した。2021年3月30日のモンゴル戦では2ゴール、3アシストの5得点に絡む活躍をした。KRC ヘンク。ありがとうございます。